なんか眠くなってきちゃったこんなに和んじゃっていいのかないいんじゃないかたまには休憩も大事だと思うぞうーんそれなら思いっきり休憩しちゃおっとアスナさん真剣な顔をしてどうしたのうーん私もレンさんみたいな可愛い衣装が欲しいなと思ってありがとう この服私も気に入ってるんだそうだ今度一緒に可愛い服を調達しに行こうよシノンさんの銃見せてもらってもいいかなずっと気になってたんだいいわよ結構重いから気をつけていやー本当だ重すぎてモテないよでもすっごく可愛いね かわいい,か <laughs> いい表現ね確かにこの銃には愛着もあるしかわいく感じるわレンさんの服ってどうしてピンクなんですか戦場だと結構目立ちそうですよねああこれかわいいでしょ GGO の砂漠だと周りの色に溶け込んで見えにくくなるんだ なるほどそれなら私も空と同じ水色の衣装にしてみようかなリズさんの服とってもかわいいねああこれアスナが私に似合う服をコーディネートしてくれたんだこっちの方がお客さんの反応もいいしなんだかんだ気に入ってるのよねうんよく似合ってるよ やっぱりみんなかわいいものには好印象を持つよねまあ敵には可愛さなんて関係ないみたいだけどねはあシリカちゃんって本当に小さくてかわいいよね体は小さくても実力は十分のつもりですうんうんもちろんだよ 強い上に可愛いなんてもう最強だよね勇気さんの剣早すぎて見えなかったよ GGO に来たらめちゃくちゃ活躍できるかもレンこそすごいスピードで走るよね僕はいろいろあって ALO にしたんだけどレンは他のゲーム興味ないのあううんあるって言えば。 あるかなそうなんだそれじゃあレンこそ ALO においでよレンならすっごい剣士になれると思うよいや ALO にはちょっとトラウマがね <laughs> レンとユージオには助けられたよな2人がいなかったら危なかったよお互い様だよ アルゴさんとリズベットさんのおかげでみんなに合流できたんだしお礼と言っちゃなんだが今度レンの欲しい情報を値引きしてあげようおっいいのそれじゃあどんな情報が欲しいか考えておこうっとシノンの狙撃もすげえけどレンの素早い射撃もなかなかだよな私はスピード重視のステータスにしてるからね シノンさんみたいな思いじは私だと持つことすらできないかもみんなそれぞれ得意分野が違うからこそいいチームが組めるってもんなんだぜ威力のシノンとスピードのレン、2人揃えば無敵かもしれねえなでん入用のものがあったら言ってくれよ こっちはスキルでなんとかなることも多いし結構便利だよね確かに GGO に比べるとその点はいいかもしれないな回復系はアスナやリーファにも頼めるし GGO はそういうのないからハードだよまあそこが面白いんだけどね私たちと合流するまでフカたちは大丈夫だった わたしの活躍で敵は全部バッキバキなボッコボコだぜ本当かな迷惑かけてなかったらいいけどアリスさんは何してるの剣の手入れをしようかと思っていたところです武器の状態は常に最良でなければいいね私もピーちゃんのお手入れしよっと ユージオさんあの時は本当にごめんね出会い頭に中高なんか向けちゃってははあ、初めて出会った時のことあんな状況じゃ仕方ないよハチの巣にされなくてよかったとは思うけどねうん、ごめんねこれからは敵だけをハチの巣にするよう気をつけるねヒースクリフさんは作戦でも練ってるのいいよ。 今は私も頭を空っぽにして休憩しているよ四六時中何かを考えているわけではないさそうなんだヒースクリフさんでも休憩してるなら私もちょっと休憩しちゃおっとお前のような小うるさいチビにジジ m o は似合わないな うるさいは余計だよ。それに実力にはちょっと自信あるよなんなら試してみるって言いたいところだけど今は連携して頑張ろうよふん、やはり小うるさいチビだ勝手にしろ私の知り合いの歌手もユナさんみたいだったらな。 レンの知り合いの歌手はどんな人なのうーん戦闘強でトリガーハッピーでとにかく強くてあれ歌手なんじゃなかったのえーと戦闘強でトリガーハッピーでとにかく強い歌手かなへえ面白そうな人だね会ってみたいな エイジさんのホームって ALO なのああ、ALO はプレイヤー人口も多いし、システムもわかりやすい。君こそ ALO が似合いそうな感じがするが、なぜ GGO をホームにしてるんだあ、あはは、<laughs> ALO にはちょっとトラウマがね。それに GGO もシステムは明確だよ。みんな殺せばいいだけだからね。 なるほど君も結構戦闘狂な一面があるんだなはあなんだか眠くなってきちゃったフまったく能天気なものだねこんな状況なのに大あくびとは図太といにも程があるぞえっそうかなでも慌てても仕方ないもんね 休憩できる時にしなくっちゃあれんちゃんの機動力はなかなかのものねそばに置くのも悪くないかもしれないわスコードロンのお誘いかないやーお誘いは嬉しいけど今はちょっとダメなんだあ知り合いに強い人がいっぱいいるけど紹介しようか不可郎ちゃんを紹介されても困るわよ 負荷だけじゃなくてド S なバーサーカーとかド M な狙撃手とかいっぱい紹介できるよなかなか癖が強そうなメンバーねレンさんの銃かっこいいですねあっピー、P、ちゃんのことピーちゃんは軽いし攻撃力もあるから最高だよゆいちゃんにも似合うんじゃないかなピーちゃんという武器なのですね 私もいつか銃で戦ってみたいです。